皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします。本日はまな板を使って鉄壁ブロックを覚える裏技についてやろうかなと思います。で、これは初心者中級者の方対象で、バックブロックが止まらない方、苦手な方、ブロックを覚えたい方、ちょっとこのポイントについて挑戦してみてください。で、今回ちょっと面白いのはこちらのラケットじゃなくてまな板です。これ実際私が家で使っているまな板をちょっと今日持ち込んでやろうかなと思います。ブロックがうまくできない方ってやっぱりこう手を上げると多分皆さんまあちょこちょこっと上がるのかなと思います。だいたいブロックがこうバックブロックの止めるだけのブロックができない方はやっぱ全国回ってて、やはりこのラケットの面が毎回打球するごとにこう崩れてしまう、動いてしまう、ブレてしまう、こうブロックしちゃうっていう方がやっぱブロックができない方っていう方になります。で、毎回当たるポイントがこうラケットがブレて動いちゃうために、ラケットボールによって当てる角度がこの時もあればこの時もある、でこの時もある、このいろんな角度で当たってしまい、ボールの飛び方もまちまちになって安定しない、でブロックなのかカウンターなのかよくわからないバックハンドになってしまうっていう風になりがちです。で、そこで上手い選手のブロックっていうのはやっぱりこう 体がこう止まって、ラケットも動かしてないですよね。こう止めてるだけ、本当に当ててるだけ状態です。面が動いてないです。ある一定の固定された面がひたすらこうひたすら出続けています。だから上手い選手のブロックっていうのは非常に見てて綺麗で、ラケットの動きも余計な動きがなくてしっかり相手の球に押されないように固定されている、こうずれたり体ぶれたりしないですね。だからそういうブロックの面作りっていうのを今回このまな板を使って面作りを簡単にできる方法を紹介しようかなと思います。で、今回このブロックが簡単にできちゃう、実際私もまな板を使って、これ中学校の時まな板で相当ブロック練習やりました。まあこれまな板でブロック練習やるとかなりラケットの面が綺麗に固定されるんで、ちょっとまあ半信半疑で疑っている方はちょっとやってもらいたいかなと思います。2つぐらいの手順でできてしまうので、ぜひやってみてください。では早速手順の1つ目ですね、こちらの両手で握って台に置くっていうことで、こちらまな板ですね、こちらをバック側、この卓球台のバック側にこう置きます。で、両手でこの端と端をこう掴みます。で、この後ボールが来るときに頭の中、まあボール実際来ないんですけど、イメージしながらこういう握りですね、ボールが来る瞬間にグッ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 っていう感じでボールが来るイメージを持ちながら、で体も入れ込む感じですね。タン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 っていう風に頭の中でボールが来てるのをイメージして何本もブロック返していくっていう意識でこうグッ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 ってやってください。で、これがまあ1分ぐらいでできちゃうんで、まあこれひたすらやり続けると、今度手順の2つ目ですね、2つ目です。今度はこう台の上に置いていたのをちょっと上に上げて、この浮かせた状態で同じようにやります。またボールが来ると思ってイメージしながら両手でグッ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 ってやります。で、そしてその後に実際今度ラケットを握ってバックハンドでブロックをしてください。そうすると不思議なことなんですけど、面が固定されます。この余計なこう押しの動きとか面がこうブレたりとか、バックハンドのブロックができない方の特徴とするところが全部改善される形です。こうそのままの状態でこういうブロックですね、動かないでしっかり勢いを殺せるブロックっていうのができるようになっちゃいます。これは私も最初中学校の時半信半疑で、いやそんなまな板じゃなんないだろうって思ってたんですけど、先生とかにも教えられてちょっと冗談半分でやっていたら本当に感触良くなってしまったっていうのがあります。これでバックブロックを私は覚えましたね。この感触ですね、やっぱり最初のうちはやっぱこう振ってしまうので、ブロック中に
でもこれまな板だとちょっとやっぱラケットより重たいっていうので、あのこの面ラケットより重たいものをグッグッってこうブロックしてるイメージで、こう壁の意識、自分が壁になってるイメージでこうやってやるイメージするだけで、ラケットもっと軽いんで簡単にこう押さえれるようになってしまうんですよね。まあこのまな板とかよく、特にこのラケットの面がこうバックブロックでよくありがちなこう打っちゃうのが、これだと両手で持つと打つことないですよね。こう越えていかないので、全部もうこう止まった状態で力を入れるっていうことになるので、これでバックブロックの面がラケットを握った状態でもこういうふうにならずに動かなくなってくれる、安定した面で崩れない角度で入ってくれるように、まあ矯正してくれてる形です。まああとははっきりとはあのどうしてっていう理由はないんですけど、これ私はこれは本当にあのブロックがこれで感触良くなったので、まあブロックってイメージがこうまな板だとやっぱりイメージつきますよね。綺麗な面、あの変な面出ないですし、そのままの面で出るんで、この面のままイメージしてもらってブロックするっていう感じだと、ちゃんとしっかり止めれるブロック、ブロックのコツなんかもヒントなんかも得られるんじゃないかなと思います。今回このまあ本当はイメトレに近いですね。これまな板じゃなくてもできちゃいます。あの自宅でなら、まあ、まな板、あとはまあなんかちょっとラケットより気持ち重めのものですねがいいのかなと思う。本、ちょっと辞書みたいなものがあればそういうのでもいいです。で学校ならあのちょっと分厚めのラケットより重たい教科書とか、あとはそうですね、あとは下敷きですね。下敷きもまあ軽いんですけど、まあ単純に使いやすい、あのすぐそこに目の前にあるんで、下敷きでこうやってグッグッグッって学校の中でこうやって休み時間とかやるだけでも変わるかなと思います。で仕事場ならまあこういうバインダーですよね。こういうのでこうグッグッグッっていうボールが来るイメージを持ちながらこうやる。こうすると卓球台も使わなくてもいいので、すごく簡単にあのどこでも仕事場でも学校でも家でもバックのブロックの練習ができるっていうことになります。でこれで実際ラケット握るとあの面がぶれない、押されない、全然面あのこうぐらつかないねっていう形になるので、まあ、これちょっと正直驚きました。まあ、あのバックブロックがなかなかうまくいかない方とか、子どもたちに教えるときはこういうまな板とかこういうのを使ってこういうイメージを持たせると、まあ簡単にできると思うので、ぜひこのやり方、まあ本当5、6分 で感覚は分かってもらえるかなと思います。ぜひ家とか学校とか卓球場でもやってみてください。